今、第4グループ6分間練習が始まりましたよ。でも、早速コマーシャルになっちゃいましたね。残念。6分間練習、見たかった。なんでこれ、コマーシャルになっちゃったんだろう。ずっと、日本コマーシャル多いですね。すごく多い。一番大事な6分間練習、見たかったですね。とても残念。まあ、よくね、日本のにお住まいの方からたくさんね、放送についていろいろこう、まあ、苦情じゃありませんけど、来るんですけど、やっぱり、こう、日本のテレビ見てると、コマーシャルとか、なんで大事なところを見せてくれないんだろうっていうのは、本当に多い。多いです。はっきり言って。一番大事なところでコマーシャルが入るっていうのがあんまりベルギーないんですよね。だから改めて久しぶりに日本のテレビ見てて、すごいこう、そこでコマーシャルみたいな、そこはダメじゃんっていうのが本当に多くて、ちょっとびっくりしてますね。コマーシャル長すぎでしょと。まあ、コマーシャルがあるからこそやっていけるってあるんだけど、まあ、コマーシャルをやっぱ見せることを目的にしてますからね。テレビ番組っていうのは。まあ、それがなければ運営できないので、だったらやっぱ見る側がお金を払えっていうことになっちゃうと思うんですけど、まあ、文句は言えませんけど、ただ、それにしても、ベルギーに比べても、いや、コマーシャルの入り方がちょっとね、あれかなと。6分間練習生中継の部分は見せてほしいなっていうところはあるので、で、もう3分過ぎてますからね、6分間練習。あ、始まった。正前。シーズンベスト99.99。あ、フリップが1回転ました。どうかな。まあいいや。さあ、ちょっと6分間練習見ながらね、気づいたとことか話していきたいと思います。宇野くんは、6分間練習始まった瞬間はダブルアクセルをやってましたね。今、フリップジャンプとかをやってましたけど。あ、衣装本当は変えてましたね。真っ黒の衣装に変えてるの。4回転フリップ。お見事ですね。素晴らしい。今の4回転フリップは良かったです。山本草太、96.49がシーズンベスト。山本草太選手ね、素晴らしいですよね、本当に。お、4回転とトリプルと安定感ある。いやいやいや、すごいね、キレがあるね。でもほら、コマーシャルのせいで、大島幸生君とか他の選手の公式練習、6分間練習分からなかった。一番大事なとこでコマーシャル入っちゃったもんだって。そこでコマーシャル入れちゃダメだよね。だって、違うとこで入れるのはいいんだけどさ。生中継でそこで6分間練習でコマーシャル入れるのはちょっと良くないね。って思いました。あ、でも、大島幸生選手、あれですね。島柄、島馬みたいなズボン。楽しみですね。皆さん見てますか？多分見てますよね。ライブでね。地上波で。もうあと1分で終わっちゃう。山本草太くん、4回転サルコー。おー、草太選手のジャンプのキレがほんとすごい。岸名くんと、あと、大島くんと、そうですね。あ、アイスコープランキング、羽生くん73センチ1位。あ、でも、岸名雄斗くんが4位なんだ。アイスコープランキングトリプルアクセル。すごいですね。なるほど。